はい、あゆみです。よろしくお願いいたします。それでは今回は第67回奨励会三段リーグの速報をやっていきたいと思います。大注目の西山三段、女性初の四段昇段なるかという西山三段が7勝3敗で3位まで順位を上げてまいりました。現在5連勝ですね。2勝3敗とかなり苦しい出だしだったんですが、そこから5連勝して見事にこの3位まで上げてきたという状況になっております。で、まあ1位が伊藤三段8勝2敗、2位が甲賀三段7勝2敗でございます。ちなみに8月2日の時点でもう7勝3敗という形になっていたんですが、8月8日ですね、この時点ではまだ2敗勢が6名いたので、西山三段は7番手という位置づけだったんですが、2敗勢が揃って崩れてきたため、一気にこう7番手から3番手まで浮上したという、展開にも結構恵まれている格好になっております。ということで、このまま3位をキープできれば次点2回で見事にフリークラス編入、女性初の四段昇段ができるという格好になっております。で、2位以内に入れば C 級2組からの参加ということになるわけですね。ということで、西山三段にはぜひ C 級2組からの参加を目指して、なんとか三段リーグ駆け抜けてほしいなと思っております。次が8月20日ですね。吉田三段と田中三段。そして8月30日は井田三段、そして中西三段。で、9月12日は片山三段、そして広森三段。9月26日は、香山三段、古賀三段等の対戦が組まれております。おそらくですが、順位も1位と非常にいいため、そうですね。6勝2敗なら、確率的にはほぼ昇段できるんじゃないかなという感じがいたします。最悪例えば5勝3敗で12勝6敗でフィニッシュしたとしても、今季非常に混戦になってますので、次点のチャンスがギリギリあるかなというところですね。なので、ここから6勝2敗で最終成績13勝5敗であれば順位も1位といいので、次点ぐらいまではギリギリつくかなという感覚で、そうですね、ここから7勝1敗ならもう7勝1敗以上ならもうほぼ 99% 確定と言っていいでしょうね。ということで、ここからの戦いぶり非常に注目されますが、なんとか西山三段3位以内で駆け抜けてほしいなと心から祈っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。